ええ、女性アイドルですか。どうやって進めればいいですかね。まあ、もうお任せですよね、女性アイドル、ええ、女性アイドルって一番最初に認識したのは何ですか。やっぱ古いのでいくと、古いのでいくと、でもやっぱりあれかな、年齢によって変わっちゃいますね。天地真理さんですね。ってことは70年代なんですね。そうですね、うん、自分はもうそこまだと、もう幼稚園とかなんで。一応正式な歴史的に言うと南沙織さんの方が早いわけですけど、私は子供だったから、その南沙織さんよりも天地真理さんなんですよね。もうちょっと若いというか年上のお兄さんの高校生とか大学生だったらば南沙織さんが最初の体験になるんでしょうけど、私の世代だと多分浜地まりさん。日本のその、まあ、男性は無視で女性でいいんですけど、日本の女性アイドルってどこからがあれなんですか、走りなんですか。難しいですよね。一応いわゆるアイドルの定義がまあ曖昧なんだけど、テレビとかドラマに出てくる、いわゆるその歌が下手で歌が下手っていうのは必要条件なんですか。いや実際に下手かどうかは、まあ、関係ないんだけど、アイドルってのはあれじゃないですか、テレビに出る人っていう意味じゃないですか。つまり映画のタレントっていうのがいて、映画の方が全然上で、テレビに出るのはクソタレであるっていうのがあって、テレビなんか出やがってっていうので別紙な存在なわけですよね、元。だからそれが多分アイドルなんだと思うんですよ。多分ね、歴史的に言うと日本にアイドルっていう概念って言うとちょっと大きさなんだけど、が最初に入ってきたのって多分ね、シルビー・バルタンさんあたりじゃないかと思うんですよ。シルビー・バルタン、外国人、フランスのね、ドゥルルルドゥルルルドゥルルルルルルル、全然わかんないですけど、あのアイドルを咲かせっていう歌をヒットしたんですけども、ガイタレアイドルってことですか。アグネス・ラムとか、あそこまで一般的じゃなかったんですけどね、まあ、ポップスとしては売れて、多分シルビー・バルタンさんあたり、あとツインギーとかも大体同時代ですけど、あのミニスカートのあの辺で多分ね、アイドル的なものの見方されるようになっていったのが最初かなと。まあその前にも中尾美さんとかいるんだけれども、難しいですよね、どこを起源にするかって。多分人によってかなり分かれると思います。僕はほら、その何だかテレビとか認識した時からすでにそのアイドルという概念があるから、そもそももともとなかったっていう話ですよね。私がね、子供の頃ね、アイドルって言葉があったかどうかもよく覚えてないんですけど、女性の歌手で今で言うアイドルっていう人はいなかったです。アイドルっていうのはあれじゃないですか、こう基本的にこう性的な対象っていうニュアンスがすごく強いと思って、あの日本の場合はまあ絶対そうですよね。あのだから僕は男性アイドルの話関心がないしホモじゃないんで、そういう意味ではまたアイドルといったら女性アイドルなんだけど、この発想そのものが性的なものから来てますよね、もちろん。発想と言いますか。そう、僕が男性のアイドルが好きだったらおかしいわけですよ。それはなぜかと言ったら性の対象じゃないからです。あで逆に言うと男性で同性で好きな芸能人ってアイドルとは呼ばないんですよ。うん、確かにそういうのあるのかも。だから性の要素がないものはアイドルじゃないと僕は思ってるんですよ。だから女の子が女の子を好きでっていうのはなんかちょっと違うんです。アイドルじゃないんで、ね、だからそこで言うとやっぱりその日本でアイドル的な存在が出てきたのってやっぱ山本リンダさんあたりだと思うんですけど、山本リンダってアイドルなんですか。アイドルです。あの一番最初アイドルですよ。あ、そうなんですか。困っちゃうなとか言って歌って出てきたわけですから、それが昭和41年だったか2年だったかぐらいでしょ。でミニスカートで出てきたんですよね。そうですか。でテレビがちょうどカラーが普及し始めの頃なんですよ、うん、それとミニスカートブームと奇跡のようなシンクロしてるんですよ、日本では。41、2年、3年、4年、5年、そのぐらいですかね。だからまあ1960年代後半、
生まれたてなんで私は分からんですね、そこら辺は。だから奇跡のようなシンクロを起こしていて、テレビのカラー化と、それからなんつうのかな、女性歌手の性商品化みたいな、まあ身も蓋もない言葉で言っちゃうと、がシンクロしてるんですよ。まあ、で、まあ身も蓋もないというか、自分の言ってるのは、まあそういうことです、ね。で、昭和43年だったかな、あの例の王猛烈の CM があるわけですよ。あれタイヤですか、車ですか。あれはガソリンですね。ああ、まあ、丸ガソリン、まあ、まあ要は車的な。まあまあまあ。あれで一気に日本のテレカラーテレビというものがエロの、エロを起爆剤としていくわけなんですよ。それと女性歌手の性商品化ともうシンクロしてるんですよね。これ正式に分析した人いないけど、まあ、私は多分そういうことだっていうふうに分析してるんですよ。こんなのあるじゃないですか、ええ、60年のアイドル、はい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 、はい、まあ、美空ひばりをアイドルっていうか分かんないですけど、うん、そうなんですよ。美空ひばり、吉永小百合、もうこっから分かんないですね。うん、だこの辺をアイドル、こういうのその、もうだって小百合さんとかも女優ですから、アイドルとはまた違うんですよね。これですか。エリキエミさんとかひばりさんはもう歌手です。僕は吉永小百合のファンなんですけど、自分はアイドルだと思いますね。うん、同時代の、まあまあアイドル的では、まあアイドル女優だ、でも女優ですよね。なぜかというと、歌下手じゃないですか。なぜかというと、性の匂いがしないじゃないですか、吉永小百合さん。少なくとも僕します。いや、若い頃はしなかったでしょ。そうかな。吉永小百合さんって若い頃は青春派だから、絶対に露出はしてないんですよ。ちなみに僕は吉永小百合と誕生日同じどうでもいいことですけど、ある程度年齢いってから少しずつちょっとだけ露出するようになりましたけど、若い頃全然露出してないんですよね。もちろんひばりさんもそうだし、ちえみさんもそうですけど。美空ひばりってミニスカート履いてましたね。あれはミニスカブームの時にね。なんだかわけわかんない、っていうか、なんだろうこれだと思いましたけど。でもあれも性の商品化とはちょっと違って、やっぱり時代に乗り遅れまいっていうあれですよね。だからちょっとそのなんだろう、60年代ようわからんってことですよね。まだアイドルっていうものの見方じゃないと思いますよ。70年代ですね、やっぱりね。だからその目はあったけれども、やっぱり南沙織さんがやっぱり一番最初っていうふうに大体世間的にも言われるし、実際そうだと思いますけれども。そうなんだ。ええ、いやー、でもうこの時にはもうものすごいミニスカートでね、カラー、しかもカラーは完全に普及してるんです。昭和46年デビューかな。もう完全にカラーのその普及が進んで、日本の家庭のその90何パーセント、80何パーセントっていう家庭でもカラーになってるわけですよ。お化けの Q 太郎の翔ちゃんのお兄ちゃんがいるじゃないですか、中学生の。彼が南沙織のファンなんですよね。漫画の中にそれが出てきて。あ、そうなんですか。で、それで僕、南沙織を初めて知ったっていうか、南沙織って誰だろうなと思って。それをよく覚えてる。あとおなじみ、小柳ルミ子さんはね、アイドルなんですか。いや、これはまあ三人娘として売り出してたけども、小柳さんはアイドルってんじゃないですよね、やっぱりね。で、天城真理さんですよ。もう南沙織さんはお兄さんたちのアイドルで、天城真理さんは子供にも人気があったっていう人なんですよ。だから私の世代だと天城真理さんが第一世代みたいな感じですね。まあ、知ってますけど、私はちょっと実体験としては分かんない。で、麻生めぐみさんとかね、山口百恵さんとかなってきますけど、まあ、百恵さんの前に純子さんとかいますけどね。麻生めぐみ、これですかね。左利きですね、そうですね、左利き。この曲はすごいお見事だと思いますね。ああ。すごいと思います、これ。はいはいはい。なんていうんだか、自分は左利きになりたいっていう感じ。そう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 、そうなんですよ。だからその頃、まあ私小学生ですけど、で特に麻生めぐみさんのファンでも何でもないんですけど、こんな可愛い女の人がね、私の彼は左利きとか言うと、あ、左利きいいなみたいな感じにはなるんです、やっぱり。だからこの今でこそほら左が自慢だけど、この昔の話だからさ。そうそうそう、左利きは右に直しましょう。そうそう、だから左ギッチョって言って、むしろ差別の対象でしたから、どっちかというとね。自分も半分左利きっていうか、
脳がおかしいですね。何とっさの時に左が出ることがあるんで。あ、じゃあ生来は左利きなのかもしれないですね。よくわかんないですよ。だからスイカとか電車乗る時左で出しちゃって、よくわからんですけどね。あと僕は右投げ左打ちですね。じゃあこれは人工的にやってますけど、左で打った方が、うん、あ、山田太郎みたいな感じですね。いや、ドカベンみたいな。イチローとか松井とか、野球では理想と言われる、うん、そうていうか左で打つもんだと思ってるってことですね。山口百恵ですか。百恵さんの前に純子さんいますけどね。これ、桜田純子の方が早いんですか。早いです。あ、そうですか。早いです。自分はね、多分ね、アイドル的に一番最初に認識したのは桜田淳子ですね。桜田淳子大好きですね、うん、年の割に。淳子さん可愛かった、単純に可愛かったですもんね。なんかちょっと今で言うとね、モランボン楽団的なね、ルックスですよね。よくわかんないですけど、ちょっとあっち系の、秋田美人とかああいうことですけど、なんだろうな、やっぱりこの人サンミュージックですよね。そうですそうです。サンミュージック あのタコシリーズの第一弾ってことですよね。タコ、うん、名前にタがあって子供の子をつけるっていうのを作った人ですね、この人。つまり桜田淳子が売れたんですよ。なんか名字はタで下を子にする。へえ。で次が松田聖子なんですけど、松田聖子のタに、桜田淳子のタを松田に変えて、へえ、淳子を聖子に変えたんですね、これ。なるほどね。次は岡田結希子なんですけど、それで止まったそういうやつですね、これ。でも淳子さんの場合はまあ本名なんですけどね。だから淳子さんが売れたからってことでしょうね、多分ね。そう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 、そういうことなんですね。これはあんまりね、自分はあんまり山口もピンとこないんですよね。ああ、そうかもしれないですよね。なんでなんだろう。いや、だって自分の性格の問題。単純に純子さんと比べたらですよ。私、桃江さんのファンって標榜してましたけど。あ、そうなの。子供の頃は、うん、いや、そんなでもなかったんだけど、私の子供の頃って純子ファンか桃江ファンみたいな、それでまあ楽しんでたとこあるんですよ。で、純子さんのファンって多いんですよ、やっぱり可愛いから。うん、私ですね。うん。で、桃江さんのファンってね、最初の頃はそんなに多くなかったんですよ。だって可愛くないでしょ。うん、だから今でもね、いや別に嫌いでも好きでもどっちでもないんですけど、山口百恵って過大評価しすぎてないですかねっていうふうにいつも思って、あのね、だから単純にね、見た目で比べちゃうとそうなっちゃうんですよ。だけど、私はその当時みんな純子ファンだったわけですよ。ね、単純に小学校ぐらい、小学校ですね、小学校、まあ、中学年高学年ぐらいですけど、で純子さんはもう誰が見ても、私が見ても可愛いわけ。百恵さんはその最初の頃は特に不細工だったんですよ。全然可愛くなかったので、歌も下手くそだったの最初の頃は。で純子さんも下手は、宇崎流誘導の前ぐらい、前です、デビュー当時、ボスカストーリーの前ぐらいの、もっと前ですね。デビュー当時は本当に下手くそだったんです、うん、で純子さんも下手くそだったんだけど、まあまだ純子さんは素人だけど、まあまあ聞けるなぐらいは言ってたんです。じゃあ倉田純子うまいですよ、最初から歌で。いやー、どうだろう、くろうとの歌かっていうと私はちょっと趣向しかねますけど、まあアイドル歌謡ですよね、要するに。あんまりうますぎてもいけないのがアイドル歌謡なんで。いや、純子さんはその程度だけど、百恵さんは本当に最初下手くそだったんですよ、だって単純に比べると誰でも純子さんなんですよ。で、私それも分かるわけ、はい、客観性で、はい、だけど私ひねくれ者だから、周りがそういう風に純子さん純子さん言ってるから、まあ、じゃあ自分は桃江さんのファンになろうみたいな感じでね。で、じゃあ俺は桃江ファンだよみたいな。だからそれ意図的に山口百恵ファンになったってことですか。まあそうですね、半々ぐらいかな。ただ個人としても、だから元々がひねくれ者だから、純子さんにはそんなに魅力感じなかったんですよ。当たり前すぎて、アイドルとして、アイドルとして当たり前すぎて、直球を見られるから、浅丘めぐみさんでも桜田純子さんでもいいじゃんって感じなんですよ。ところが百恵さんは
そうではない何かはやっぱりあったんですよ。私はそれは感じたんですよ。そうではない何かはやっぱり。なるほど。ねえ、だからど、まあ基本そのアイドルとかその女性歌手とかに入れ上げる人間じゃないんだけれども、まあどっちかというと桃江かなみたいな感じだったんですよ。まあこの時代の人たちっていうのはものすごい人気ありましたよね。だから、はい、この時代の都市格好の人たちってみんなこんな感じにメイクするっていうか、要するに素に引っ張られてるんですよ。影響力がね、うん、テレビの影響力がすごかったですからね。そうそう、だから例えば、ね、ほら僕親戚の誰かが結婚するとか言うと、まあ、その結婚する前の赤の他人のお姉さんなんだけど、そういうのなんか紹介されるとさ、みんななんかこんな感じなわけ。要するにこれをイメージした服とか、特に純子さんそうだったんじゃないですかね。浅田美代子さんなんかもそうかもしれない、うんうん、浅田美代子はちょっとなんかこれとはなんか全然違うあれですよね。違うかな。浅田美代子は、うん、ちょっと現代風味的な、このままこの当時の今引っ張り出してもいけそうなルックスじゃないですか。純子さんもでも今でもいけるでしょ。いけますけど、浅田美代子はあんまり記憶にないというか見てないですね。後追いで知ったぐらいだから。だから今のでちょっとピンときたんですけど、その日本人っていうか若者の精神年齢みたいなのも多少関係してるのかなと。つまりこう桃江さんとか、あとその少し前の天地真理さんとかってよく今見たらそんなに可愛くないねって言われるけど、その当時の日本の若者なんか 今の その日本の若者よりも精神的にちょっと成熟していて、うん、大人っぽい感じの女性も結構受けたんじゃないかなっていうのを感じますね。いや、山口百恵は大人っぽいですかね。大人っぽかったでしょう。これ二十歳引退、やっぱり純子さんとかに比べると全然やっぱり。山口百恵で二十歳引退ですか、それぐらい。微妙ですね。まあそんな感じ。そうですね、あの年代にしたら相当落ち着いてたでしょ。その見た目だけじゃなくてその雰囲気とかも含めて、本当のところがよく分かんないアーティストですね。自分は曲によって好きとか嫌いとか、基本的に桜田淳子の方が好きなんだけど、ただ具体的に言うとね、乙女砂丘とかね、夢咲案内人とかね、ああいうのは好きなんですよ。王道ですよね。でもさだまさしのとか、コスモスですか、ロックンロールなんとかとか、宇崎さんのよくわかんないですよ。なんだろうこれはみたいなね。だからこう、だからその辺はね、多分ね、プロデューサーというか、CBS ソニーの酒井さんだっけな、が多分意図していろんなものをやってたんだと思うんですよね。その桃江さんの色をこう固定しちゃわないようにしてたんじゃないですか。だから桃江さんの歌の中でどれが好きかってかなり人によって幅があると思うんですけど、乙女咲き、乙女座好き、私も好きですね。まあ、いや、それちょっと山口百恵と関係ないんですけど、あれってコーラスとリードボーカルがなぜか対話してますよね。私ついていくわなんだけど、コーラスはどこへの、そうなんだこれやと思って、これは一体誰と何をやってんだろうと思って、この歌面白いなと思った記憶があるんですよ。こんなことでやる、こんなアレンジ見たことないみたいな。確かにね、変でしょ。変と思わないけど、何だろうこの自問自答で。耳は正しかったですけど、自分はそこがすごいツボだったわけ。でもそれって当時の桃江さんってそういう実験的っていうか、耳は正しいこといっぱいやってたから、プレイバックパート2で途中で止めちゃったりね、ビサイレントとか、ビサイレントで歌止めちゃったりとか。なんか山口もあんま好きじゃないのでえらい詳しいですよね。だからそういう意味じゃん。だそういうことよくやってたんですよ。だ詳しい、いや好き嫌いじゃなくて、もうなんかもう嫌でもこうインプットされちゃうんですよね。よく見てたし。でも個人的には、まあ乙女座、楽曲としては乙女座球が一番好きなんですけど、今も昔も。夢咲案内人とかどうですか。夢咲案内人は当時からあんま好きじゃなかったんですけど、似てますよねその2つ。頭でいつもねこんがらがるんですけど、よくそういう風に言われるんですけど、私は乙女座球は当時は大好きだったんですよ。一番好きだったかもしれない当時は。夢咲案内人は中森明菜がスタダンで歌ったやつですよ。3回夢咲案内人好きって人多いですよね。あれいいっすね。で、私が当時桃江さんの歌で聴いて一番魂っていうかな、魂、びっくりしたっていうかな、
これはすごいと思った歌はやっぱりプレイバックパート2ですよね。宇多田ヒカルがカバーしてましたね、うん、あれはだって詞もすごいし曲もすごいし編曲もすごいしもちろん歌もすごいしって、まあ今でも真っ赤な車ですね真っ赤なポルシェね今でも日本歌謡曲史上最高の一曲と思ってるし、ブレイクのとことかですか、ブレイクがもう含めてですね、ブレイクがあってギター入って歌みたいなの、要するにあの歌の世界観と編曲とが一体化してるんですよ。うん、うん、だからなんだっけ、緑の中を走り抜けていく真っ赤なポルシェってこう自分の記憶ですよね。で、まあ、ヒートリーダー、情景ですよね。情景描写、あの、はい、色のついた情景描写、色がついてるから、まあ、それは自分の今の姿なんですよね。で、ヒートリータビラの私気ままにハンドル切るようになって、交差点では隣の車がミラーコースだと、となっているから、私もついついどうなって、バカにしないでよと怒鳴った瞬間に、あ、なんか聞いたことあるっていう世界に入るわけですよ。バカにしないでよって言ったらば、そっちのせいよ、ちょっと待って。プレイバック、プレイバック、今の言葉、プレイバックって言うと、で、今の言葉、プレイバック、プレイバックって言って止まって、テルルラッ。で、もう一回ブレイク。で、いかにもこう、テープを巻き戻したかのようにして、テルルラッ。バック。テルンデルルンって、巻き戻したテープが過去に戻って再生するかのように、バカにしないでよって、そこから過去に入るんですよ。なるほどね。こんなに作り込んで詞と曲と編曲が一体化してる歌って多分他にないですよ。なるほどね。僕はそこまで、ね、それね、私これ初めて聞いた時からこれはすごいって言って、周りの人間にもこれは今まで聞いた歌謡曲の中で一番すごいよって言ってたんですよ。なるほどね。ええ、自分はプレイバックパート2はそこまでデビューしてないっていうか、あ、なんかちょっと聞き流してた感じですね。あれってそうなの、うん、山口百恵とはなんかってそんな人間じゃないじゃないですか、どっちかっていうと、あの歌の世界とかいくと。ああ、でもそういうふうに虚像を作ってたでしょ。うん、芝居の世界、うん、そう、だからそこで違和感もなかったし、百恵さんちゃんと演じていたし、だからその世界にみんな入り込んでたと思うんですよね。だから乙女砂丘とか、ええ、岬案内人だとなんか素で山口百恵は、ああ、だからそういうのも、まあ、だから本当は、だからプロデューサー側としては、そういうのが本当の百恵じゃないんだよみたいなのを見せながらやったんでしょうね、多分ね。だから少女 A とスローモーションみたいな、ジグザグでやるような。なんかね、そんな感じはあるんでしょう。そういうのは、イメージが固定しない、そこから来てるんだね。多分イメージを固定しないようにって一生懸命考えてたと思うんですよ。うん、なるほどね。うん、おそらく。じゃあ、桜田淳子の方はどうですかね。純子さんの歌って一番いい、僕はあれが一番ね、アイドルで一番好きだったの、あれが好きだったんです。夏にご用心がすごい好きだったんですね。あ、うん、あれですよね、森田浩一ですよね。ああ、あの頃よくやってましたよね、うん、純子さんの歌では、夏は心の鍵を甘くするはご用心ですけど、あ、うん、なんかそのなんか性的なムードプンプンですよね。ああ、確かに、うん、ご用心のところってなんか、あ、足やってましたよね。モノマネとかコロッケがよくやるやつですね、うん、コロッケってのは本当に桜田淳子は好きなんだなって思いましたよ、その時。あ、おっさんが桜田淳子なんか似てるわけないんだけど、これなんか特有な顔の動かし方があるじゃないですか、だからよっぽどこう研究してるんですね。まあ、純子さんが好きっていうよりもあの方プロ意識がすごいんでしょうね、モノマネとしてのね。で、中島みゆきと歌とか歌ってますよね、幸せ芝居とか、幸せ芝居、追いかけて横浜とかそうですけど、追いかけて横浜とかは、まあ、歌は好きだったですね。あっちになるとどうもあんまりこう、純子さんの歌で一番好きなのって何だろう。僕はあれです、リップスティックですね。あ、ずいぶん後ろの方ですね、うん、何だろう。リップスティックと、なんか歌のイメージとしてはリップスティックと太田裕美の9月の雨ってなんか似てるんですけど、まあ要するに男の男に電話かけたらなんか女の声がしましたみたいなまあそういう内容ですよね。リップスティックね、なんか歌謡曲的に好きなんですよね。あ、
純子さんの歌で引っかかったのあったかな、なんか。やっぱり私の世代だと、サンタモニカの風。いや、私なんかのやっぱ世代だと、純子さんって出てきた時のイメージが強烈なんで、やっぱり、青い。あ、私の青い鳥とか、そうなっちゃうかな。いや、僕のは全然、後なのね。私の青い鳥はね、まあ、いい歌と思わなかったけれども、やっぱり、あれはあれでちょっと新しい感じがしましたよ。クッククックっていうのが。ようこそここへ。そうですね。クッククックっていうところがやっぱ新しい感じがしましたね。やっぱ、案の定流行ったし。よく光る銀次の時に同じようなこと言われてましたね。あ、そうなんですか。あれ、あの真横のあの人、何したっけ、チャゲアンドアスカのただっぽの。チャゲさん、チャゲさん、あ、アスカだ。アスカさん、あ、今度作曲ですよね、あれ。あ、そうそうです。だからなんか、ようこそここへ、あ、そうだそうそうそう、ボーヨパラダイス、そうそうそう、ようこそのところに言うと、もう、桜田淳子になっちゃう。絶対歌いたくなりますもん。だから、ようこそここへ、私の青い鳥とか歌いたくなりますからね。そう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 、桜田淳子ってだから引退してないんですよね、確か。ああ、まあ事実上引退みたいな感じですね。でも相沢さん、サンミュージックの相沢さんがお亡くなりになってで、復帰みたいな感じになったんですよね。なんかやってましたよね。なんか、話題になってましたけど、うん、まあまあ事実上出てこんでしょうね。まあまあ ね、 ですね。やっぱりちょっとね、あの宗教も宗教、ちょっと日本じゃ問題になってた宗教ですからね。全く理解ができないですね。